はい、では窓をもう一度開けてください。なんかね、また寒い日がやってくるというか、もうすでに寒いんですけど、明日からね、最強クラスの寒波と。最近なんか天気予報が細かいですね、うん、細かいし結構当たりますね、昔に比べると、なんか何度になるとかね、どの辺まで寒気が降りてくるとか、どうしてあんなことは分かるんかなと思うんですけど、ただ天気が分かりすぎるのもね、つまらんなという気もするんですよ、まあもちろんその明日明後日ね、どうなるかっていうことは、まあ、明日明日の明後日の生活を考える上ではね、重要なことではありますけど、まあどうなるかな、明日は晴れるかな、雨かな、まあ、そんなことをこう考えながら、まあでもそれは神様が与えてくださることだから、ね、暑かろうが寒かろうがみたいな、なんかそういうこうちょっとおおらかさを失っていくというか、もう何でもかんでもね、分かることは全部分かりたいみたいな、それもちょっと、まあ今日お話しすることともちょっと関連してますけど、果たしてなんかこうそれは私たちの幸せになってるのかなというような気もね、ちょっとしますよね。はい、どうぞ窓を閉めてください。まあ、今年は心の時代の福音ということでお話をしているわけですけれども、今日はですね、この心を病ませる時代であるというお話をしたいと思うんですね。心の時代っていうのはいろんな意味を含んでましてですね、実はね、そのまあ心に焦点が当たっている時代であるということもあるし、また心を病む人が多くいる時代であるということもあるし、またその心を病む時代であると、あるいはこの人の心を病ませていく時代であるという意味もあって、まあ、そのことを今日はお話をしたいと思うわけですけれども、これはやっとね、私最近 のグラフ見つけたんですよ、ネットでいろいろ調べてまして。前回までは平成29年までしかなかったんですけど、これ令和2年なので2020年までの精神疾患を有する総患者数の推移というグラフをネットで見つけました。もともとのデータは厚生労働省の患者調査なので、まあ、前回まで見せていたものと若干こう、あっちは外来の数値だったかな、まあ、これは患者の総数、何をもって患者の総数にするかということは、まあ調べていただいたら分かるんですけど、まあ、大雑把にその精神疾患を有する総患者数が分かっている。で、前回まで平成29年までだったんですね。400万人ぐらいだったんですけど、そこから令和2年になってですね、なんと614万、まあ、400は超えてたんで500ぐらいになってるかなと思ったら600万人だそうですね。これはだからつまり心を病んで病院にかかってる方の数で、まあ、このグラフは上から認知症で、認知症の血管性の認知症、そしてアルツハイマー性の認知症、その下のブルーのとこが統合失調症で、紫のとこが気分障害、まあ躁鬱とかうつとかですね、でその次が、神経症系の障害、それで精神、作用物質使用による、まあいろんなこの、アルコールとか覚醒剤とかそういうようなものですね。でその下がその他の精神及び行動の障害で、一番下は転換となってるわけですけれども、まあ驚きますよね、この数字ね、こんなに増えてるのかということですよ。つまり2000、この統計から言えることは、過去20年間で2002年から2020年なんで、まあ厳密に言うと19年ですが、約20年間の間で心の病で病院にかかる人の数が 2.4 倍になっているということです、ね、我々大変な時代に生きているということですね。この20年間、まあ、年取るとですね、20年ぐらい本当に大した感じがしないんですよ、2000年というと昨日のことのようですよね、そうじゃないですか、ね、
ただ2000年からこの20年間ですよね、今年23年ですけども、実はこれぐらい心を病む人の数が増えてるっていうことなんですよ。で、特にさっきもグラフお見せしましたけども、増えているのは、気分障害という、うつ病の患者さんですね。この、ここの紫のところですね、ここですね、これ71から172になってですね、ここが一番多い。でその下のその他の神経症系病気っていうのも増えてるんですけども、でこれがやっぱり 2.4 倍になってます。ここがね、71万から172万、神経症その他が、神経症その他っていうのは、そのなんかもう、なかなかこう病名がつきにくいというかね、とにかくこう心の病気の病名ってどんどん増えてるんですよ。で、その他全部ひっくるめてる感じですね。多分適応障害もここに入ってるんじゃないかと思うんですけど、もうこれが50万から124ということは、まさに 2.4 倍 2.5 倍でしょうかね。そして、認知症が、22万から100万人、認知症100万人時代って言われてますけども、なんと5倍になってる。これは皆さんもねよくご存知のところかもしれませんが、でも本当にこれ、この数字を見ると、増えてるんだなと。でただ増えてない病気もあるんですよ。統合失調はそんなに増えてないんです。73万から88万で、少し微増ですけども、その他の心の病気に比べると統合失調症の人はそんなに増えてはいないんですね。でこの、なんでこんなに、心を病む人がこの増えているのかっていう話を今日はするわけですけども、重要な話は後に置いといて、一般的なこととしてですね、超高齢化社会は認知症を増やしているのは間違いないんですね。ただですね、年を取るから認知症になるかっていうと、それはイクオールじゃないんですよ。皆さん年を取ったらみんな認知症になると思ってませんか？それは違います。それは違います、ただこれまだ原因がはっきり分かってないんですけども、後でもお話しますけど、これは全く私の仮説ですけどね、今すごいやっぱ高ストレス社会で、高齢になって結局その逆にストレスからこう解放されると、それもなんか良くないんじゃないかなと思ったりですね、これ本当に私の勝手な解釈ですけども、よく分かってないんですね、なぜこんなに多くの人が認知症になるのかっていうですね、もう病気ですから、アルツハイマーなんていうのは脳が萎縮するわけですからね、で絶対原因ありますよ。今もう本当にもう研究者の人たちがね一生懸命研究してて、なんかタンパク質ですか、なんかそれが増えると良くないとか、なんか特定のものがあるとかっていうふうに言われてますけど、あとどれぐらいかかるんでしょうかね、そのうち認知症予防の注射とか薬とか、できてきたら、あの頃認知症になった人は大変だったねみたいなことになるかもしれないですね。わからないです。でもう一つは、精神科に行くハードルが下がったということは間違いなくあるんですよ。だから昔はやっぱり精神病院に行くっていうと、なんかそれだけで、なんかすごく行きづらいというかね、ハードルが高かったじゃないですか。今でも精神病院っていうふうに名前をつけてない病院が増えてますね。心療内科っていうやつですね。同じなんですよこれ、精神科なんですけど、心療内科っていうと、すごい行きやすい感じ、内科だからね、心療内科なんですけど、で、今日グラフ出しませんけど、心療内科だけはですね、右肩上がりで増えてます、もう広島市は特に多いです。実は広島市の中心部はね、心療内科林立してるんですよ。ものすごい数ですね。でもそれだけの病院を養えるだけの患者さんがいるという、そういう受診しやすくなったということも原因かもしれないけど、それでもそれにしてもね、20年で 2.4 倍にはならんですよ。高齢化してるとか、
その病院に行きやすくなったというだけでね、じゃあなんでこんなに増えたのかなということを、まあ、皆さんもね一緒に考えていただきたいと思いますけども、まあ、心の病の原因というのは大きくこう3つに、くくられます、社会的な要因、そして、家族ですね、家族の関係性による要因があって、そして個人の要因があるんですね。これらはまあそれぞれ密接に関連しているわけですけれども、個人的な要因ということからすると、その、いわゆる遺伝的な要因ということにはなるわけですが、発達障害は生まれつきの脳の偏りっていうお話はしてますけれども、で、発達障害が増えてるんじゃないですかって私もよく聞かれるんですけど、発達障害として生まれる人が増えてるとはとても思えないんですよね。そういう風に言ってる人もいますけども、それもむしろ発達障害っていう網にかかる人が増えてるというか、網の目が細かくなっててですね、要するに昔は網がこう大きかったんで抜けるんですけど、どんどん細かくなってこう引っかかる人が増えてるような気もします。あるいは心の病になりやすい性格っていうのもあるんですね。生まれつきやっぱり遺伝的な要因もあって、いずれお話しますけども、やっぱり心を病みやすいタイプの人はいるんですよ。でもそういう人たちが 2.4 倍になってるとは思えないでしょ、やっぱりね。それは多少は何かあるかもしれないけれども、あれば認知症が増えたのはもしかするとそういう個人的な何かの要因があるかもしれませんが、そこはまだはっきりしてないですね。でやっぱり家族的な要因は大きいと思いますね。やっぱり何といっても核家族化っていう、核家族っていう言葉はもう70年代ぐらいから使われてるんですけど、今はね子家族ですよね。家族がなくなってる、ね、家族がどんどんこう、小さくなって、で、この教会もそうですけど、お一人暮らしの方も増えているし、東京なんかは2世帯に1世帯は単身者ですからね、これ学生が多いということもあるんですけども、だからもう家族っていうよりももう子ですよね。だからこう支えがないっていうことがどんどんこう増えていて、でそれをこうカバーするようなコミュニティとかそういう問題もないので、これも大きな原因だろうと思いますね。でそれから親子関係ですね、これはまたいずれ詳しくお話しますけれども、心の病気になった人たちの多くが、多くというのはあんまり正しくないかな、その人たちの中にはそのやっぱり親から虐待を受けたとか育児放棄をされたとか、あるいはこれもお話しますけど愛着不全というですね、スキンシップが不足していたとか、あるいはこれは80、90年代ですかね、流行りましたけど AC というですね、公共交通機関の広告機構じゃないですよ、これはアダルト・チルドレン・オブ・アルコホリックスというですね、アルコール依存の親の下で育った子どもという意味なんですけども、今はアルコール依存じゃなくても要するにちゃんと育児ができない親のことを毒親って言いますけどね、ドキッとしますよね。毒親、わしは毒親じゃねえかなと思うんですけど、毒親のもとで育つとかで、親の精神的な不安定、これが多分さっきもお見せしたように心を病む人が増えてるから、親御さんが精神的に不安定になっている、でそのもとで育つとやっぱり子どもたちもその影響を受けているっていうですね、一種の負の連鎖みたいなことがもうすでに起こり始めているんだろう。あるいはこの子育て上のいろいろこう偏ったとか歪んだ愛情のかけ方というかね、今情報がいろいろ錯綜しているというか乱れ飛んでいるので、子育て方とかそういうこともなんかちょっともう偏りすぎているというようなこともあったりすると、そういうことも心の病を増やしている原因の一つだろうと思いますね。それから夫婦の問題とか、あと DV もねどんどん増えてるし、それから夫婦不和の問題とか離婚の問題とか、要するに夫婦関係がこうお互いを支え合う関係ではなくて夫婦関係によって病んでいくということもある、こういうこともあると思いますが、ただ ここの家庭的な要因とか個人的な要因っていうのはむしろ社会によって、もたらされている感じがするんです。さっきのグラフはね、こう社会、家庭、個人だったんですよね。だから家庭や家族はやっぱり社会の犠牲者なわけですね。でやっぱり重要なのはこの社会的な要因だと思うんですけども、ここはですね
まあ、いろんな考え方があるし、まあ、皆さんもそれぞれに考えていただければいいと思いますけれども、私が考えているいくつかの要因ということで、まあ、この本の中でも時々お話はしていることではあるんですけれども、まあ、これはですね、引きこもりの話の時に私がいつも持ち出すことなんですけど、日本がですね、日本の産業構造が、この著しく変化してるんですね。で、これは僕はじわじわ、まあ、日本だけじゃないんですけど、産業構造の変化っていうのは特にこの国では激しいんですけども、人間の心を蝕んでるなと感じてるんですね。で、このグラフは産業に従事している人たちの数とその割合を表しているんですね。で、一番薄いのが第一次産業、第二次産業、第三次、第二次、第一次、一番下が一次ですけども、で、一次産業っていうのは皆さんご存知のように農林水産業ですね。で、第二次産業っていうのは公共、鉱工業で、工場で働く人たちで、第三次産業っていうのはここにも書いてますけど、商業、金融、医療、福祉、教育などのサービス業や外食や通信、情報通信など、に関わる仕事なんですね。で、今は労働者のうちの7割ぐらいですかねが第三次産業です、に従事している。第三次産業ってのは何かというと、人と関わる仕事なんですよね。で、人間のストレスってのはもう 99% 人間なんですよ、ね、間違いなく人間が人間を苦しめてるんです、ね、はい。まあ、極端な話、南海の孤島で一人で暮らしててもね、ストレスはないんですよ。助けに来てくれんかなと思うぐらいのことで、ね、人と人間を苦しめてるのは人間なんです。お互い様なんですよ、ね、私一人苦しんでると思わないでくださいよ。皆さんも誰かを苦しめてるかもしれないので、でも人と関わるということはすごくそれだけでストレスフルな、で、しかもそれが仕事であると、それで生きていかなきゃいけないということになると、ちょっとマイクちょっと下げてもらっていいですか。ちょっとはうってるんですよ、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。人と関わってるっていうことが人間のストレスの大部分なんですね。で、もともとなんでこのグラフを出したかというと、これ1950年ぐらいですね、僕は1960年生まれですけども、まあ、今から70年ぐらい前は第一次産業に従事している人が半分ぐらいだったんです。 50% は農林水産業だったんですよ、ついこの間まで、ね、今は第三次産業です。ほとんどが人と関わる仕事、皆さんもね、お仕事、まあ、現役の方も退職された方もいらっしゃいますけども、働いてこられた仕事で、この業界でまだ農業しかやってこなかったって人おられないんです、ね、残念ながら、ね、趣味で農業してるっていう人はいらっしゃいますけどね、はい、もともとでも伊藤さんも、ね、第三次産業の最先端で働いてこられましたし、で、第一次産業っていうのは自然を相手にする仕事なんですよ。農業とか漁業とか林業とか自然を相手にする仕事なんです。自然を相手にしている仕事はね、ストレスが少ないんですよ。むしろ癒されるんですよ、自然によって。で、第二次産業というのは物を相手にする仕事なんです。建設業とか 工場で働く仕事とか物を相手にする、まあ、人との関わりは若干ありますけど、基本的には物を相手にする。で、第三次産業は人と関わる仕事なんです。で、まあ、もちろんこの傾向はもう1970年もうこの辺からずっと下がりつもうどんどん増えてるんですけどね。でもやっぱりこの最近はもうほとんどがこの第三次産業従事で、第二次産業に従事している人たちも実はその仕事の内容は三次産業的な仕事が多いんです。工場で働いているというけれども、実はその工場内の人の管理をしたりとかっていうことでですね、人と関わる、だから全く人と関わらない、自然を相手にしてるとか物を相手にしてるっていう仕事は非常に少ないですね。まあ、これは僕はもうこの一番なんていうか外側だけども、じわじわ人間の心に影響してることじゃないかなと思ってるんですね。じゃあそんなにみんなで一次産業に戻るかというとね、それはなかなか難しいとは思いますけども、でも
僕もそうですけど、年取って農業をやりたくなるのは人間の自然の欲求なんですよ、ね、やっぱり自然を相手にしたくなるんです。でなぜかというと、これ神様は私たちに自然を相手にするように作られたんです。エデンの園を作りになった時に耕しなさいって言われたんですね。それはそのきつい労働を与えたんじゃなくて、自然と関わることによって人間が養われるってためなんですね。それにこう自然に戻っていくんじゃないかと思いますけれども、で、まあ、これは産業構造の変化っていうのは大きな原因じゃないかと思ってます。それから社会構造そのものが変化してるんですね。これは特に2000年以降の話ですけども、まず市場原理ですね。このどんどんこう経済がグローバル化してきたということもあって、市場原理っていうのはその、市場が全て、マーケットが全て、もっと分かりやすく言えば売れることが全てということなんですね。物が売れることが市場命題で、それこそが善であると。でそのことによってどんどん経済が自由化されて、グローバル化していってですね、でとにかく利益至上主義だから、利益が出るということのためだったら何でも言って、結局今の時代の神様ってのは利益様なんですよね。利益が神様ですから、利益が出れば何やってもいいと、どんなことやってもいいと。ちょっと行き過ぎてるから、いやそれだけじゃないよねってコンプライアンスとかなんか言い出しましたけども、全然ダメですね。相変わらずやっぱり利益至上主義で、そのことによって雇用もどんどんこう不安定になって、でこの国でも非正規雇用の人がどんどん増えているし、それこそ良くなかったかもしれませんけど終身雇用だったですね、日本は。それって安定してるわけですよ。仕事できんでぼーっとしとっても、最後はこの会社は足を雇ってくれると思ってればですね、そんなにストレスはない。でもこの1年の売り上げがダメだったら、翌年は契約してもらえないと思ったら、そのストレスは大変なもんですよね。でも先生そんなこと言ってて世界はみんなそうじゃないですかって言うかもしれませんけど、でもそれは人間の心にとっていいことじゃないんですよ。利益のためはいいかもしれませんよ。だからこの世界が、この社会が人間の心のために回ってないんですよ。人間のためには動いてないんです。お金のためには動いてるから、この掛け違いというか、この前提の間違いっていうのは、もうとにかく人間を苦しめてる。じゃあお金って何のためにあるんですかと。人間が幸せになるためでしょ、でも最終的には人間が幸せになるためのお金ではないんですね。お金を幸せにするためにはお金を稼いでる。人間がお金に使われてる。そういうこの社会構造、どん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 今ね、そういう方向にありますよね。それから個人主義ですね。個人責任というか、そのかつてこの国は個人主義ではなかったんです。個人責任ということを言わなかったんです。農業の国だったから、田んぼの国だったから、コミュニティの国だったんです。でもさまざまな要因によってどん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 この個人主義で、自己責任ということを言い出したんですね。それはあなたの責任ですと、あなたが悪いんです。でその表裏一体で自己実現だと、自分を良くしなきゃいけない、伸ばさなきゃいけない、有名にならなきゃいけないってですね、その個人個人ってこう追求している。でコミュニティがどんどん解体している。でうまくいってる人もまれにいますけども、ほとんどいませんね。でうまくいってる人がじゃあ精神的に安定しているかというと、そうでもない。うまくいったからといってしんどくなってる。それはやっぱり人間本来の姿じゃないからなんですよ。加えてですね、これは僕は本当に大きなことだろうと思ってるんです。でこの辺の話はこの本の24章ぐらいでちょっと書いてるんですけども、23章か、心いじりの時代というところでちょっと書いてるんですけど、この23章の元になったのはここにも書いてますけど、この本なんですよね。大森頼子さんと一緒に書いてる心いじりの時代という本で、ここいつ頃読んだかな、ちょっとよく覚えてないですけど、20年ぐらいの間に読んだ本の中で僕に一番衝撃を与えた本なんですけど、これはね、
ぜひ読んでもらいたいと思いますけど、まあ、この方はカウンセラーな方ですけど、でもその何でもかんでも個人の問題にしちゃってると、心を結局心の問題に帰結して、結局それは社会がに問題があるのに、そっちから目をそらして個人の問題にしてると、だから心をいじってるだけだっていう話なんです。これはね、とってもいい本ですね。でまたこの人もその辺のことを詳しく書いているので、また読んでいただきたいと思いますけど、まあ、それに加えて、ね、まあ、要するに極度なストレス社会なんですよ今私たちは。本当に極度なストレス社会にあると。で、他にもですね、やっぱり希望の見えない世界ですよね。まあ、昭和の時代までまだなんとなく頑張れば幸せになれると信じてましたけども、今頑張ったら幸せになれると信じてる人はほとんどいないですね。残念ながら、まあ手に入れるものは手に入れちゃったし、ね、これ以上何がいるんかって感じですよね。やっぱ平成以降、まあ、いろんなバブル崩壊とかリーマンショックとかいろいろありましたけど、別にそのバブルが崩壊したからとかリーマンだったからじゃないんですよ。実は社会全体の流れとして今申し上げたようなことがあるんですね。で結局頑張っても何も変わらないんだと、もうちょっとなんかこう捨て鉢になってるような感じがある。それで当然この国が衰えていると、まあ終身雇用がなくなって社会保障が破綻していくと、でまあ超高齢化社会でね、このままいったら22世紀は日本の人口は半分になると言われてますけども、今朝 あの関口宏さんのテレビ見てたら、中国も今大変なことになってるんですね。超高齢化が、ものすごい勢いで始まって、で習近平さんも慌てて今度人口を増やす政策やってるそうですけどね。この間まで一人っ子政策だったんですけど、まあでこう成長、経済成長、経済成長と言ってますけども、まあ当然経済成長なんかしないんですよ。で経済成長しちゃいけないんですよ。経済成長したらどっかが成長したらどっかは成長しないんですよ。結局経済っていうのは一つのものをどう取り合うかだけの話なんで、みんなが成長するということは絶対起こらないんです。だから成長成長と言ってますけども、まあ、とんでもない話で、早く成長をやめようって言ってほしいですね。成長のない穏やかな、みんなで分け合う、先生共産主義じゃないですかって言われるかもしれません。別にそういうこと言ってるわけじゃないですよ。そういうこと言ってるわけじゃないけど、結局競争して、誰が一番になるか、誰が稼ぐか、誰が上になるかっていうですね、その結果世界のごくごく一部の人だけが世界の富を牛耳ってるというですね、そういう世界が起こっちゃった。で格差社会がどんどん広がっていると。でまた複雑ですよね、高度情報化社会ですから、教会でもこんなものを使って、昔はやってなかったですよこんなことね、パソコンとかスマホとか、スマホの出してる電磁波大丈夫なのかなと、最近そんな話しなくなりましたけどね、でまあクレーム社会ですよね。とにかく文句言ったもん勝ちっていうかね、まあ、学校の先生も本当にこれで苦労してますわ。とにかくもう学校がサービス業になってるので、本当にかわいそうですね。まあ会社もそうでしょ、とにかくどうやってクレームに対処するかみたいなですね、文句言った者勝ちっていう、そういう時代。まあその他にも災害があったり、今回のウイルスがあったり、ね、戦争があったり、もうね、結局私はこの2023年まあ、2020年からの20年間こうダッと増えてる、心の病が増えてるっていうのは、人間の心が耐えられなくなっているということの証拠だと思うんですよ。人間の心がこの社会に生きることに耐えられなくなってる。で強い人はいいんですよ。でも弱い人はこれに耐えられなくて心を病むことになってしまってるんだろう、そう思うんですね。まあ、結局その最初にもこれを円グラフ見せましたけども、社会が家庭にも影響してるし、今言ったようなことがですね、家庭の在り方にも影響してるし、また当然それは個人にも影響してる。
この、まあ、高ストレス社会の中でどんどんこう心を病んでいく人が増えている。で、あの病というのは目的があるんですね。神様は私たちの体を病むように作られたんです。まあ、確かにその罪の結果として人間は病むようになったということも言えるけど、でも私は一方でこの人間の体っていうのはどこかに傷んだりね、あのエデンの園でもつまずいて転んだら怪我したと思うんですよ、食べ過ぎたらお腹痛くなったと思うんですよ、そういうふうに神様は作られてるはずなんですね。でイエスさんおっしゃいました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人であると。これどういうことかというと、自分は病人だと思うと医療にかかる。つまり人間の中には自分がおかしいと感じる力があるんですね。で、病とか痛みとか不調とかっていうのはやっぱりどっかおかしいということの信号じゃないですか。ですよね。前にも言ったかもしれませんけど、あの正月明けに私歯が痛くなってですね、あのだいぶ昔詰めてた歯のその詰めてるところの奥が、まあ、結果的には化膿してたんですね、こんなに歯痛くなったのね、63、2年間で初めてです。もう痛くて痛くてですね、あの痛み止めを飲んで、で、熱もちょっと出てですね、で、今の時期熱出ると心配になりますよ。ね、当然あれコロナ大丈夫かなと。で、あの普段はですね抗原検査キットあのうちにあってですね、こんなもの役に立たんわって言ってたのに、はい、これであの陰性になってもまたあの陽性だみたいな引っ張るからって言ってたのに、ね、その張本人がペロペロ舐めてですね、あ大丈夫陰性だとか言ってですね、まあ、都合のいいこと、ね、まあでも、まあ、すぐ熱は下がったので、ですけど、ね、わずか歯の一本ですよ、ね、そこが一個可能しただけで全身が痛んでですね、今一生懸命ね、あの治療してます。あの根っこの治療痛くてね、これがなんか小さいドリルみたいなグリグリ刺してですね、1回目はねちゃんとあの麻酔してくれたんですけど、2回目以降麻酔してくれないんですよ先生が、でもう始まったらもう口開けたままカッとやって始まるので物も言えないんですよ。やめてくれとも言えない。でもグリ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 、多分先生はこの可能したとこ取らにゃこいつの歯はダメになるけと思って一生懸命やってくださると思うんですけども、はい、もう終わったら冷や汗かいてますね。もうちょっとやるみたいです。ただあのやっぱすごいですね、それをやって痛みが全くなくなった。もちろん熱もね、まだちょっとなんか叩いたら響くので、まあもうちょっとまだやった方がいいなという先生は言われてるんですけど、でも痛いから私は治療したんですよ。もし痛みがなかったら今頃この辺おかしく相当ひどくなってますよ。私喋れなくなってるかもしれないですね。どんどん可能が広がってね、あれなんかほっとくと危ないらしいですね。脳にも行くらしいですね、傷んでるっていうことは病んでるっていうことですよね。で今日のテーマは心の病ですけど、心の病がこんなに増えてるっていうことはまさにこの社会が病んでるという証拠ですよ。でもトップニュースにはならない、こんなことは。20年間で 2.4 倍になってますなんてことは NHK の8時のニュースでは言わないんです。何事もなかったかのようにクジラが死にましたとか、あれはちょっと痛い、私クジラ好きなので悲しいニュースでしたけど、アザラシが出ましたとか、そんなこと言ってる場合じゃないだろうと。で、日本だけじゃないんです。これは WHO が発表してるんです。世界でも約 5% の人が毎年うつ病になってる。世界全体の話です。いわゆる発展途上国でもアフリカでもアジアでも当然先進国はもうすごい勢いです。いわゆる高福祉国家と言われる北欧では日本よりもっと多いです実は、はい、そういうことはあんまり知られてないんです。
なんかあの人たち幸せそうだなと思うかもしれないけど、でこれはもっと言えばですね、結局神様から離れた証拠なんですよ。創造主がお作りになった秩序を無視してるからなんですよね。自らの王国を人間が作ろうとしてる、ね、神様じゃなくてお金様を神様にして、それを拝んで、そのために、社会構造をどんどん歪めて、人間を犠牲にして、で弱い人たちはどんどんそれで心を病んでいったとしても、まあ、知らぬ存ぜぬでどんどんこの社会の闇をね増やしてる。まあバベルの塔の話は、ね、神様に向かって高い塔を建てようとしたので神様がこの言葉を分裂させられたっていう話ですけども、まあ、神様はそんなことはされませんけれども、でも人間は気がつかないといけない、いけないと思うんですよね。なぜこんなに多くの人が心を病んでいるのかっていう、いろんな理由はありますけど、でも結局のところはやっぱり神様がお作りになったこの世界の、神様が考えた秩序、神様が考えたこの社会というものからどんどんこう離れている。その結果として人間の心が病んでる、心が耐えられなくなってる。僕はこのことについて、まあ今年はね皆さんと一緒に考えようと思ってこの企画をやってるわけです。で今日はまあ聖書の言葉としてマタイの福音書を挙げてますけども、これまあ28から30までなんですが、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。もう今ぐらいこの言葉が響く時代はないかと思うんですよね。私は柔和で謙遜なものだから私の首輝きを負い、私に生まれなさい。ここにちょっとですねドキッとするんですよ。休ませてあげようって言っときながら私の首輝きを負いなさいって書いてあるんです。首輝きないんじゃないんですかって、首輝きフリーじゃないんですかと思ったら、いやいや私の首輝きを負いなさいって言ってますよ。実はこれはですね、人間にとってはねストレスがないのは良くないんです。逆にノーストレスはそれはそれでね、まあ最初にもちょっと言いましたけど、もしかしたら認知症の原因の一つかもしれない。なんかストレスあった方がいいです。でもそれはいいストレス、悪いストレスじゃなくて良いストレスっていうのがあるんですよ。まあこの話はまたいずれやりますけども、人間がこう生きる実感、人間としてこのそれこそ本当の意味で豊かに生きていくためには良いストレスは必要なんですよ。それはイエス様と共に歩んでいることによって味わうストレスなんですよ。イエス様を信じたからといって、信じたことによって殉教した人だって山ほどいるわけですよ、ね、そのストレスがかかるんです。だけどそれは良いストレス、私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いと言われてるんですね。だ本当に負うべき荷があるだろうと、でも本当に負わなくていい荷を負わされて心を病んでしまう人がたくさんいると。だからイエス様のところに行ってその荷を一回下ろして、本当に負うべき荷を負いなさいというふうに、まあ今日はねこの言葉の箇所を受け取りたいと思っているんですね。まあ、そういうことでね、この今私たち大変な時代に生きておりますので、まあ念頭にも言いましたけど心を病まない人はいないです。皆さん、はい、心を病む可能性がある。私だって先生だけは病みそうにないなって思ってるでしょう、思ってるでしょう、ね、うん、まあ私も思ってはいるけど、でもそれはちゃんと私がストレスマネージメントをしてるからなんです、はい、ストレスをちゃんとケアして、そして私は良いストレスを持ってますから、イエス様と共に首輝きを負ってるから、ね、このストレスはね幸せなストレスです。でも全ての人にこのねイエス様とのつながり、これを持って、まあ今大変な時代ですからね、
これを、まあ、生き抜かなきゃいけないわけですけども、まあ、少なくとも私たちはその時代の中で、どういうことが起こっているのかということを知るべきだし、ね、そして、だから結局ね、誰か個人を責めるということはないんですよ。まあ、本当社会の犠牲者でも、それも人間が愚かのゆえにそうなっていることです。誰かが悪いというわけじゃありません。結局神から離れた人間は愚かなんです。その結果として自らを苦しめているということの、まあ、最たるものだなと思いますね。お祈りしましょう。天のお父様、皆さんと共に今の時代のことについて考えました。この国はみんな元気で長生きで安心で、とてもいい国だと、あるいはこの世界はどんどん良い方向に向かっていると、あるいはそういう幻想を抱きかねないわけですが、しかし実際心を病む人の数はものすごい数で増えて、本当に多くの人たちがこの社会の犠牲となっている、あるいはそのご家族もその犠牲となって苦しんでいる。どうぞ私たちにそういうことに対する関心興味を持つ力を与えてください。そしてそのことについてより深く考え、また私たちに何ができるかを考える時としてくださるように、イエス様おっしゃいました。疲れた人は私のところに来なさい、私が休ませてあげる。本当の安らぎはイエス様のもとにしかありません。しかしまた一方でイエス様は、私の首輝きを追えと言われた。イエス様と共に背負う首輝きは痛くつらいものであったとしても、それは充実した私たちの心を幸せにするものです。ありがとうございます。神様が与えてくださっているこの幸いを、どうぞ奥の方に分かち与えることができるように、また今心を病んでいる人たち、そのご家族に私たちに寄り添う力を与えてくださるように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。